ココラコライフリバイバル。よいしょ。よいしょ。下になんか引かないとね。これでいけんのか。ピューピューピュー、自然音ですか。開きすぎちゃったか。まあいいや。半分ぐらい割れてるんだけどね。初めからほとんど親と同じものをあげるんですけど、米ぬか発酵させたもの、塩分は 1% 濃度で、なんかこの台所の発酵餌みたいなのの一部が入ってます。卵の殻とかも入ってんね。なるほどね。でこれをちょっと最初は床にばらまいて与えるんですよね。まあでも今はなんか移動のストレスとかかかってるからよっぽど一番暖かいところで、そう、糞をしてるのがちょっと気になってて、こいつらもしかしてもう餌もらってんじゃないのって。だから本当に濡れた初生ミナから多分何時間か経ってると思うんですよね。今日生まれたやつですか。うん、今日生まれたやつじゃないかもしれないですよね、お腹の。まあ、ばらまいて食べれば食べるし、ばらまいて食べなきゃ食べないっていう。あいあいあい。あいあい、あい、あい。あいあい、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 ご飯。ご飯ご飯。あいあいあい。あいあいあい、あいあいあい、あいあいあい、あいあいあい。こいつはすごい好奇心を持ってるな。いろいろかね、性格はね、やっぱ出るんですよね。水はあいつらが溺れないぐらいのこれぐらいの量で、おい、どう？はい、はい、はい。撮影中の赤い光が気になってみんなでつついてくるんだね。でもね、違うよ。なるほど、でも細かいものをもうつつくってことで食欲があるわけだな。ということは、はい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 、もうめっちゃ活発に動いてるね。よし、ちょっと水分が多いかな。あんまり濡れすぎると、はいはい、はい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 、まあそんなまだ喉は渇いてないのかな。
には飲んでるな。よし、とりあえず大丈夫そうか。